グレン・オブ・イマール・テリアグレン・オブ・イマール・テリアとは、アイルランドのウィックロー・サン・ク地域原産のテリア犬種である。犬種名の前に、原産国名を冠して、アイリッシュ・グレン・オブ・イマール・テリアとも呼ばれることもある。愛称はグレン。犬種名は、グレン渓谷のテリアを意味している。およそ17世紀頃から存在していた、古いテリア犬種の一つである。かつては、 ワーキングテリアの一つとしてまとまられていたが、すぐに独立した。グレンはまた、あまり著名ではないスコットランド原産のテリア型刀剣種、バウシーテリアの作出にも関わったと言われているが、逆にグレンはどんなテリア種に掛け合わせによって生まれたのかということは、はっきりしていない。グレンは多目的な用途に用いられた。テリアとしては、地中でも、地上でも狩りを行うことができた。 地中量ではキツネやアナグマなどを狩る。ハウンド犬は伴わず単独で狩りを行い、穴に潜って獲物を閉じ込めて戦い、倒して引っ張り出す。このため、狭い地中でも動きやすくするために、ドーナが短足に改良された。しかし、このこと以外は、初期のテリアの特徴をよく残していると言われる。地上ではネズミを取るのに使われているが、ノウウサギの量にも使われることもある。 ノウサギはまず追いかけ回し、見えなくなってしまったら嗅覚で追跡を行い、狭いところや穴の中に追い詰めて仕留める手法で退治した。猟犬としてだけでなく、さらには合法な刀剣としても使われていた。これは、グレの飼い主が自分の愛犬の有毛化観察を自慢し合うために行われていたもので、優勝者には猟犬育成金として賞金も出された。また、 変わった刺激にも使われていた。今は絶滅してしまったイギリス原産の犬種、ターンスピットのように肉を火で炙るための機械を動かすためにも使われていたのである。その機械を動かすために設置された車軸をハムスターのように走って回し、肉を刺した棒を回転させて、機械も同時に稼働させ、肉をまんべんなく炙らせるというのがその内容である。このか。 番犬として見張りにも使われるなど、多彩な活躍ぶりを見せていった。1933年になると、アイルランドのケネルクラブに公認され、ショードックとしてデビューした。しかし、ショードックとしての角の改造が原因で、イノシツが悪化し、人気はすぐに低迷してしまった。そして1950年にはほぼ絶滅の状態となり、犬種クラブまで解散してしまうという事態にも陥った。 しかし、わずかに死液犬として生き残っていた個体が発見され、それを元に後輩を行って復活させ、なんとか生き残ることができた。基礎となる生き残りの犬を発見するのが幸運にも、非常に早かったためより、原型に近い形で復活させることができ、1950年代中に、犬種クラブを再結成させるまでに至った。その後、他国でも、その存在が知られるようになり、 1994年には、フシーにも、現在でも珍しいテリア犬種の一つではあるが、広い国と地域で飼育されている。原産国では、一部の犬は、今も人量のワーキングドッグとして、飼育されている。日本では、近年国内で、子犬は、生まれていないが、個人経由で輸入が行われて飼育されている。なお、本種は、文献や雑誌によっては、 残酷な犬といった胸の肩書、き、全文を与えられている場合があるが、これは不適切なものである。この良犬、刀剣としての闘争本能の高さは、いわゆるテリアキャラクターと呼ばれる、多くのテリア犬種に見られる希少で、本種だけに見られるものではない。地中の獲物を戦って殺し、引っ張り出すという資料法は、スムース、フォックステリアやワイヤーヘアードフォックステリア、 ジャック・ラッセル・テリアなど多くのテリア種の間で行われ、猟犬としてだけでなく、刀剣としても使われていた犬種もブルアンド・テリアや、各サイズのブル・テリア、ベドリントン・テリアなどがおり、本種だけが特別にそのように呼ばれる筋合いは、どこにもないからである。猟犬としては、大いに粘性を発揮するが、今も昔も、ペットとして飼育されている時は、優しい性格であることに変わりはない。 大人のグレーンをイマールテリアドーナが短足のテリア犬種である。マズルは長く、マズルと額の間は平らである。首は少し太く頑丈で、背はほとんど平ら。耳は半タレ耳もしくはボタン耳、尾はふさふさしたタレオだが半分の長さに断をされることもある。コートはロングコートで、毛色はホーンやウィートンなど。 体高35.5から36.5センチメートル、体重15.5から16.5キログラムの小型犬で、性格は活発で好奇心旺盛、陽気だが気が強く狩猟本能も旺盛である。猟犬として使われる際は有毛果敢で攻撃的な、性格に変貌するが、普段は人懐っこく、子供も大好きで無邪気である。ペットとして出回っている犬は特に攻撃性が低い。 両件としての性格が発動するのは、ネズミやウサギなどを見た時や刺激されている時で、それが終わると通常の性格に戻る。テリアキャラクターというテリア犬種特有の気象の荒さが特に強い犬種で、しつけの飲み込みはやや難しい面もあるが、遊びを交えながら行うことで身につけさせることができる。状況判断力は生まれつき良いと言われている。身体能力は見た目に反してよく、 走るのも速いが、運動量は普通である。胴が長いため追間板ヘルニアにかかりやすく、抱き方には注意が必要である。胴長の犬種は片手で胸、もう片方の手で腰を抱えて持つのが良い。ありがとうございます。